中原直介慶応4年8月7日は、日本の武士、蘭学者、科学者、兵学者。中原直介沖縄タクシー。日中原直介沖縄タクシー。悲鳴は、少尉寒、号は、鉄心祭。文献によっては、直介に、雄介とルビを振っているものもあるが、他に、直介の表記も散見されるため、直介の読みが正しいと見られる。天保年月日、 現在の鹿児島市、上野園町生まれ。幼少より、蘭学や生味学に熱中し、18歳にして、判明により、長崎へ出向く機会を得、オランダ人から蘭学を習得した。22歳で、島津マリアキラに見出され、修正館事業や薩摩藩水軍造兵、軍艦建造、反射炉建設の職にあたり、近代海軍の礎を築いた。 また、撮影戦争に備えて、日本初の機械水雷を開発したり、成明の命により、薩摩切子の着色を研究し、公職薩摩切子の制作に成功するなど、鹿児島県や日本の近代技術の面で、大きな功績を残した。成明の死後は、江戸に留学、江川栄流や安井側県の門下で学問を取得し、後塾頭に就任。 後進育成に当たった。側権門下の頃、偶然に、薩摩藩の上記軍艦が品川へ入港、側権はなおの案内にて艦内を一巡した。なおは、その軍艦は、自分が建造に携わったことを、死である側権に一言も語らなかったのであるが、側権は後日その事実を知り、太息してなおの人となりに膝を打ったという。撮影戦争では、 長崎にて、病気療養中だったが、禁門の辺においては、軍不役、大砲隊長に任ぜられ、慶応2年の長州再生罰の際は、長崎にて、長州藩の軍備品購入の圧戦をした。慶応3年、イギリス公使の薩摩藩訪問時には、接待役を務め、実弾演習を指揮し披露した。慶応4年のとば、伏見の戦いでは、3月に新政府側の、 海軍参謀に任命されたが、病のため一時帰京。6月に再出生、7月の越後長岡城の戦いに加わるが、河合継之助と退陣するうち、敵団を右足に受け、それが元となって、柏崎病院で37年の生涯を閉じた。最後を迎えるに際しては、蘭学や科学に熱中し進行していたにもかかわらず、天命と知るや、 一切の医学的治療や投薬を知りけたという。鹿児島県立高南高等学校南門に中原直介沖縄託士碑がある。大正5年、鹿児島市内有志によって建立され、碑文は島津長丸男爵によるもので、中原は同年12月28日には正五位を送られた。当初は現在の高南高正門付近にあったが、 1930年の江南港の前身、鹿児島に中時代、校舎鉄筋改築の際に移築したもの。吉あみは、腰地の雪に渦むともと来る清水に名をやながさむ。ありがとうございます。